眠すぎる。でももう起きないといけないんだけど、全然起きる気になんない。どうしよう。布団が気持ちよすぎる。今日今、これ何の動画にするかわかんないけど、とりあえず撮ってるっていう。みんな気づいてる。もう、今、3月中旬になってるんだって。YouTube 上げてないと思って。なんか撮んなきゃって思って。とりあえず動画回してます。今日はやんないといけないことがいくつかあるんだけど、全部お家でできるので、瞑想の感じ撮ってみようかな。やばい、喋ってたらちょっと目覚めてきた。まあでも、頑張ろう。ちょっとすっぴんに自信がない。だけど結構コンディションいい方だと思う。で、朝は朝ね、冬は顔を洗うのが辛いっていうか、冷たい水触りたくないけん、これを作ってるんですよ。こういう韓国のパッドみたいなので、洗顔してます。これこうやってくるくるってするの。これで朝洗顔終わりみたいな。多分あんまりそんなに推奨されてない方法だけど、夏はちゃんとバシャバシャ水で顔洗うんだけど、冬はちょっとこのトナーパッドに頼ってます。でこれで整えたら、化粧水はもうずっとこれ、ビオデルマ。これめっちゃいい、大好き。10本ぐらいリピートしてる。保湿力がもう段違い。で、乳液はこれ大好き。切れる。なんだかね、このポンプタイプが使いやすいよね。ピュッピュッピュッするやつ。なんかいろいろあるじゃん、タイプが。そう、これはちょっとあれだけど、こういうさ、こういうやつだと一回この蓋をこう取る手間がかかるじゃん。だからもし私が化粧品作るんだったら、絶対まあこういうポンポンポンっていうポンプタイプにしようと思ってる。全然予定ないんだけど、こだわり。はい、で乳液まで終わったら、日焼け止めはもう毎日塗らないとダメですね。今日はそう、日焼け止め毎日必須、キレルにします。お肌をできるだけ仕事以外の日はいたわりたいので、肌に優しいやつを使ってます。あ、やば、あれ歯磨きのシーン撮っとらんけど、ちゃんと起きて歯磨きました。あ、やばい、首が足りないか。なんかこういうマジでメイクとかしてない動画で朝から撮るってやつ初めてかもしれん。需要あるかな。みんなさ、そう、どんな動画見たいかぜひコメント欄で教えてほしい。ネタが切れちゃう。はい、じゃあスキンケアは完了。自撮り棒をね、なくしちゃったの。
だから昨日 Amazon で頼んだんだけど、今日届かないから多分。だからこうやってなんかどっかに置いて取らないといけない。すぐ物なくしちゃうんだよね、本当に。本当病気レベルで物をなくしちゃうの。だから本当にいつもいろんな人に迷惑かけてる。いやちょっと本気で直したいって思うんだけど、27年間生きてきてもうずっとこんな感じやけん、本当に直せない苦手なことなんだって思う。忘れ物、白湯を飲みます。白湯も飲むしコーヒーもね飲むって。白湯とコーヒーと今日はちょっと好きなコーヒーにしよう。ライオンコーヒーのマカダミアバニラ、これ超美味しいんだよ、知ってる？香りがね、マカダミアの香りが超ふわーんって香って、マジで美味しい。これ大好き、ハワイにいる気分になれるコーヒーです。嬉しい、これ飲むの。今日はあこの美味しいコーヒーで気分を上げます。マジで自撮り棒早く届かないかな。昨日の夜頼んだんだけどさ、多分今日は届かないのに、明日だよね。悔しい、悔しいってか、まあ気が悪いんだけど。いい香り、嬉しい。で、今日の朝ごはんの準備も一気にしちゃおっかな。今日はお昼にジャンクフードを食べたいけん、朝ヘルシーめにします。ほうれん草、これはブルーベリーです。ほうれん草は鉄分で、ブルーベリーはめっちゃお肌にいい。本当はさバナナも入れた方がいいんだけどさ、昨日の夜スーパー行ったらバナナだけもう全部売り切れやったん。でなくて買えなかったっていう。ですね、その朝はこの栄養バリバリドリンクみたいなやつを飲みます。でタンパク質は大事、朝に摂るのがなんか大事らしい。なんかネギみたいなのついてる。こっちは白湯、でこっちがライオンコーヒーバニラマカダミア。超いい香り。マジでいい香り。幸せな気持ちになる。もう家中にこのコーヒー炊いて、部屋中バニラマカダミアコーヒーの匂いでいっぱいにしたい。そんぐらいいい香り、マジで大好き。福岡にさこのマカダミアナッツのコーヒーが売ってあるお店があったの、博多駅に。だけどね閉店しちゃったんだよね多分、悲しいっていう。東京にもあるかな、バニラマカダミアコーヒーが飲めるお店。行きたい。なんかおしゃれカフェとかさ定期的になんか行きたいんだけどさ、そういう友達がねいないって。なんか気軽にカフェ行こうみたいな友達が一番いなくない？私だけ？しかもカフェってあと人多いじゃん大体。東京はなんか人気のところだとすごく多くて入れないとかになるじゃん。まあ、リラックスしてなんか落ち着いてお話ししたくて出かけしてるのに、人多いってなるのがねちょっとまた億劫になっちゃうんだよね。わかるかなこの気持ち。そんなこと言ってたらもうずっと家から出れないっていうね。白湯にはレモン入れます。ちょっとでいい。レモンにちょい足しで、これはクエン酸です。そうクエン酸はがん予防効果があるらしいです。あとね朝にこの酸味を取り入れるっていう第一番目の作業が自分的にすごい大事かなと思っとって、酸でこの
内臓の胃とか腸が刺激されてキル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 ってなってツルンって出る感覚がめちゃくちゃ大好きで、もうこれ10年以上続けてます。いただきます。はい、決して美味しいとは言えないです。だけど一気に飲むっていうのがポイント。そして朝起きて空腹な時にじゃーん、リポシーをね入れるといいって田中みな実様が言ってたので最近やってます。これ本当にまずいんよこれ。そうだけどビタミン C は水溶性やけん、一度にいっぱい取っても意味なくて回数分けて取らないかんって聞いてからやってます。まずい。でもやっぱりこれを飲んでる期間は肌が綺麗になる実感めちゃくちゃある。最近なんか調子悪いみたいな時、あーこれサボってたわみたいななるから、やっぱりこうやってめんどくさいことまずいこと続けなきゃ田中みな実様みたいに綺麗にはなれないのかなと思って、ちょっとやっぱやっていってる。はい、スムージーを飲みます。じゃじゃーん、栄養ドリンクいただきます。乾杯。でもみんなが想像したよりは美味しいですどんな想像してるかわかんないけど、バナナ入れたら多分もっと甘いし美味しくなると思うんだけど、ちょっと甘さが足りない。結構よくこうやってスムージーを作るので、あのプロテイン系はバニラとかスイートミルク、今回のスイートミルクじゃ味なんやけど、そのミルク系と合う味のプロテインを買って、こう野菜とも合うようにしてます。ほうれん草は鉄分補給のために取ってて、鉄分ってめっちゃ大事なんよ、みんな知っとる？私はメンタルが弱い方だと思っとうけん、まあ、だいぶ強くなったんやけど、だけど誰になって落ち込む日とかってあるやん。そういう時にやっぱ鉄分とタンパク質が大事なんだって。あとカルシウムもストレス軽減効果があるけんさっき入れたんだけど、やっぱ自分の力で安定させられることもできると思うんやけど、ちゃんと栄養素を取った上での方がよりなんか健康的に過ごせるやん。だから自分のせいじゃない、栄養素が足りないから私は今不安定なんだって思って、はい、積極的に取ってるっていう、伝わってたらいいな。はい、朝ごはんごちそうさまでした。はい、続いて洗濯機回します。これが好き、柔軟剤めっちゃいい匂い。今日何の動画の説明か多分言ってないよね。今日は私のインドアな一日の過ごし方かなだけど今日はオンライントーク会があるんです。ファンの人とこのスマホでオンラインで1対1でお話をする会っていうイベントがあるので、それをしながらだけど全部家でできちゃうっていう日の過ごし方動画、イエーイはい、撮っていきます。すごいゆるい動画になると思うけん
みんなもなんかダラダラ作業しながらでも見てくれたら嬉しいです。でこの後はちょっと完成させなきゃいけない動画があって、それの編集をそのイベントが始まる前にやっていきたいと思います。それではスタート。最近の趣味はピアノを弾くことなんですよ。ちっちゃい頃に6年ぐらい習ってたことがあって、ちょっと大人になってまた弾きたいなと思って練習し始めてます。ちゃんと近所迷惑にならないぐらいの音でやってます。はい、1時間後ぐらいにオンライントーク会なので
メイクしていきます。ちょっとやっぱ自撮り棒ないとめっちゃ不便だな。下地はこれエレガンスのパープル。なんかさ、こことか赤いし、ここもなんか赤いし、悲しい。ちょっとすっぴんでファンのみんなとトークする自信はなかったね。さすがに多少小綺麗にしたいと思います。でもメイクはそんなに変わってないんだけど、いつもと一緒。てかさ、もう3月じゃん。お花見終わったらすぐ4月じゃん。早くない？ 1 年だって。4月なんてもう4分の1終わったってことや。今年やばいんだけど。4分の1ってことはもう季節一つ通り越したってことやろ。みんな今年どんな感じ？はい、今救急車通ってるので、ここはカット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 。そう、何の話してたっけ。あ、今年どんな感じって話。あっという間だねみたいな、当たり障りないトーク。今年はまだ海外行っとらんけんさ、どっか旅行したいなって思っとっちゃうね。あ、この前はね、島の Vlog をアップしたんだけど、やっぱ年に1回は海外行きたいなっていうのが自分であって、今計画してる。なんかさ、気軽に海外行こうよって誘える友達っていうのもすごい大切だよね。めっちゃ難しくない？その私とかはさ、職業的にその土日休みとかじゃなくて、そう、不定期で結構休みが取れたりするので、そういった感じで予定を合わせたいなって私は思うんだけど、やっぱりそんなね、自由に休みなんて普通取れないじゃないですか。だからめちゃくちゃ難しいっていう。だけど一人旅だと写真撮ってもらう人がいないしみたいな。ちょっと一緒に旅行行ってくれる人を募集中です。ここでマジで旅行って本当難しい。そのいろんな価値観とかさ、合ってないと多分難しいだろうし、そしたら必然的にお母さんになっちゃうんだよね。だから今度お母さん誘おうと思ってる。てかもう誘った。一番気軽でさ、去年はフランスとベルギーに行ったんやけど、本当はフランスは新婚旅行とかでヨーロッパ旅をするのが夢だったの。そうだけど、もうそんな日はもしかしたら来ないかもしれないと思って、もうやりたいことは早めにクリアしちゃうみたいな、先に。だから行きたい国いっぱいあるし、好きな人とかと行けたらめっちゃいいとか思うんだけど、もしかしたら来ないかもしれないと思って、もう先に全部一人でもいいから、行きたいって思った場所、やりたいと思ったことをどんどんクリアしていこうと思って。すごいたくましくなってきてる、本当に27歳。なんか人生の目標とか立てるのすごい大好きで、なんかじゃあ仕事がこんぐらいうまくいったらやろうとか、これが終わったらやろうとか、ここまでいったらしようみたいな目標を前まで立てとったんやけどさ、そういうの決めちゃうとできないかもしれないじゃん、もしかしたら。だからやりたいって思ったことをなんか先延ばしにするのやめようって思った。そんなの関係なくもう行動しちゃおうみたいな。そっちの方がその次にまたやりたいことも出てくるし、なんか前に進める感じがすると思って、そう、海外旅行がその一つ。待って、今コンシーラーまで終わったね。なんか下地とコンシーラーで良さそうじゃない？でも若干ファンデーションやろう。これ使ってます、ジョンセンムル。これめちゃくちゃ使用感好きですね。リピートしたいなって思うぐらい好き。でも本当にちょっとでいいや。ちょっとナチュラルめで肌に負担を優しくしてあげます。こんぐらい。ちょっと希望を持たせるためにリップ先に塗っちゃおう。ロム&のなんかグロッシー、ロム&グラスティングカラーってやつの04番。すごい唇がボロボロ。うん、
多少色あるだけで全然違う。お目の間に入れる。あと鼻先。アイシャドウはじゃん、マキアージュ。これはじゃん、この色真ん中に塗って、やっぱね、多少ねラメがあるアイシャドウが好きですね。やばい、なんかしゃべってかさ、メイクしながらさフリートークできる YouTuber さんたちマジですごいんだけどできないんだけど、このメイクの説明はできるよ。だけどさ、自分の今日あったこととかさ、ずっと喋りながらさ上手に撮ってるじゃん、めっちゃすごい。で、毎回感動しながら見とる。うん、いい感じやろ。そう、私がやる今日のオンライントーク会はファンクラブで案内を出しとるんやけど、そう、隣のハルピっていう私のファンクラブがあって、うん、それはちょっと有料なんだけど、そう、そこのコミュニティで案内をしてるっていう、おはようとお休みを報告するっていうノルマがあって、まあ、たまに忘れたりもするんだけど、そう、何気ない日常をシェアしたりブログを書いたりみんなと話したりっていうファンクラブがあります。よかったらぜひ入ってみてください、お試しであとね、不定期なんだけどライブ配信とかもしてます。乾杯生配信とかもありますオンラインで一緒にお酒とかご飯とか食べながらダラダラ話してダラダラ酔っ払ってっていうやっぱりね、こうやってアイドルを卒業しても身近で応援してくれる人がいるっていうのはすごく励みになります。人って自分のためだけにって頑張れないじゃないですか。やっぱり家族が喜んでくれるからとか、友達が喜んでくれるから、なんか大切な人が笑顔になってくれるからっていうのが頑張る原動力になると思うんですよ。もちろん自分の目標とか達成したいことがあって頑張ってるんだけど、それ以上に自分以外の誰かに何かいい影響があったりプラスに働いた時が一番なんか幸せを感じるなって思うから、このファンクラブのみんなの存在が私の原動力になってます。お仕事頑張りますマジで。で、チーク、そう、チーク最近新しいの買ったんよ。久しぶりにデパートの化粧品売り場に行ったっていう。あのさ、デパートの化粧品売り場ってさ、マジ沼だよね。だって化粧品見てこう試すじゃん、あれやったら絶対欲しくなるじゃん。なんかどのブランドもさ、あの鏡にちゃんとあの女優ライトみたいなのついとうけんさ、もういつもの自分より絶対可愛く見えるはずなんよ。綺麗にも見えるし、買っちゃうよね。これしか買わないって決めていかないと本当に散財しちゃう。で、私が買ったのはナーズはい、ナーズの4062です。これいい、なんかマットなのかなって最初思ってたんだけど、実はね、細かいパールみたいなのも入ってました。超可愛い、ふわんって色づいて、多分ブルベの人もイエベの人も使いやすいピンクだと思います。私は黄身肌なんだけど一応ブルベ冬らしいです。そう、ブルベだけどね、色黒い方のブルベなんだよね。手とかめっちゃ黒いの。私健康的な色だなって思って個性として受け入れてますで、あとは何する？目、アイメイク、チーク。あれ？もう完成？え、ほぼ完成じゃない？え、なんかもうちょっと足したい。アイラインかな。これはエッチュ製のペンシルアイライナーです。はい、完成。はい、じゃあ髪の毛を整えてきます。じゃーん、やっほー、こんにちは。いつもありがとう。こちらこそ。すごい。みくりんの卒コン出てくれたね。そう、出たの。福岡で見てた？ツイッターとかで見てた？絶対出ると思ってた。さすが。だって、ほら、みくりんさ、すごいハルピのことをさ、尊敬してたじゃん。うん、そうだね。現役中も、休業中も。こんにちは。ありがとうございます。はじめましてですか？久しぶりですか？見る日1年ぶりです。ごめんなさい。1年ぶり、ありがとう。嬉しい。はい、こんな感じでオンライントーク会してます。今日は昼の部と夜の部があるけん、はい、しっかり昼も夜も楽しみたいと思います。
はい、昼の部トーク会終わりました。今からマクドナルド買いに行きます。もう今日は絶対にマックを食べるぞって思ったよね。お昼ご飯買いに行ってきます。めっちゃ嬉しい、マック食べれるの。はい、ただいまー、買ってきましたマック。じゃ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 ん、あれやろ。ちょっと待って。はい、マック買ってきましたイエーイ。それではいただきたいと思います。え、マック食べられるのめっちゃ嬉しいんやけど。今年初マックやね。はい、私が買ったのは、はい、まずチキンナゲット、大事。そしてポテトは S、 どっちも食べたいけんね。じゃーん、ダブルチーズバーガーにしました。飲み物はスプライトです。めっちゃ嬉しい、感動、感動する。久しぶりに食べるマック。嬉しい、ダブルチーズバーガー。なんかそんなにいつも食べるやつみたいなのないんだけど、ビッグマックかダブルチーズバーガーか迷ってダブルチーズバーガーにした。おー、チーズいっぱい入っとる。いただきます。チーしい。え、ダブルチーズバーガーってさ、ノー野菜？ノー野菜なの？レタスが入ってないんだ。これこれ、この味。幸せすぎる。最高。ポテトも食べます。ってなんでこんな美味しいの？私ポテト大好きで、絶対なんかポテトがあると頼んじゃうんだけど、ポテト屋さん出したいって思った時があるぐらいポテト大好きで、マックのポテトは定番で美味しいじゃん。でさ、あとサブウェイのポテトもめっちゃ美味しいよ。みんな食べたことある？サブウェイのポテトはちょっと太くてホクホクな、なんかちょっとじゃがいものカットが変わってるんだけど、あれもめっちゃ大好き。うまい。あとね、タイに旅行行った時にいつも食べるポテトがあるんだけど、ポテトコーナーっていうお店のポテトめっちゃ美味しい。チェーン店やけん、結構いろんなデパートとかに入っとうけん食べてみて、感動するから。とりあえずポテトが大好きっていう、ポテト大好きアピール。謎のポテト大好きアピール。止まんない、マジ止まんない。からのチキンナゲット5個入り、てってかたーん。あれ、ソースついとうとかいな。バーベキューソースって言ったんだけど、ええ、なんか多分ソースついてない。そんなことはありません。ちゃんとありました。チキンナゲットも大好き。チキンナゲットだけ買いに行く日があるぐらいナゲット大好き。タンパク質やけヘルシーやろっていう。いただきます。これこれ、おいしい、大好き、うまっ。最近ネットフリックスでペントハウスにハマっとんやけどさ、みんな見たことある？めっちゃ面白いの、これが。なんか内容はスカイキャッスルとかに似てて、その
上層階級の人が、まあ、そのペントハウスっていうマンションに住んでるんだけど、すごく高級な。でそこにいる家族、親と子供の物語みたいな感じで、その親同士で、まあ、ちょっと不倫があったり、この子供のキャリアを積ませてあげるために、その親の競争と子供の競争みたいなのがテーマになったストーリーなんやけど、めっちゃ面白い、めっちゃ面白い。とにかく出てくる俳優さん方ももちろんめちゃくちゃ芝居も上手だし、個性も光ってて面白いし、あとファッションも可愛いし、その上層階級の中でやっぱりそのナチュラル頭がいい可愛い人みたいななんて言ったらいいの、その上層階級の人たちと実力でそこを目指す人たちがいるんだけど、もういじめとかがもう壮絶なの。めちゃくちゃひどいことをすんの、みんなが。嫉妬とか嫌がらせとかで、それがもう本当に面白く描かれてて目が離せないっていう。最近ペントハウスバリ面白い。シーズン3も始まったから早急に追いつかなきゃと思って最近見てんの。見て見て、幸せの断面。あ、本当に幸せ。美味しい。え、ハマっちゃいそうなんだけど、めっちゃ美味しい。私さ、めちゃくちゃ太りやすい体質やけんさ、すごく気をつけてるの、食べ物。今日はしっかりこういうの食べてるけど、だけど朝と夜は控えるとか、普段の食事ではほぼ炭水化物とかグルテン取らないようにしたり、なんかまあ極端ではあるんだけど、それなりに調整してるのね。でこの前久しぶりに福岡に帰ったん。結構長期期間で地元に帰れて、でそこでさ、実家やと普通に両親の食生活に合わせて生活するやん。だからまあ合わせて一緒に食べてたんだけど、私の両親普通にめっちゃ食べるん。朝ごはんも普通にがっつり食べるし、昼もじゃあランチ行こうとか言って、結構がっつり定食みたいなランチを一緒に食べに行くんだけど、そしたらそのお昼ご飯の帰りにスーパーに寄って、じゃあ今日は鍋しよっかとか言って、鍋の材料とか買い出すの。えみたいな、今夜ご飯のこと考えられるみたいな。あ、ちゃんと夜ご飯も食べるんだみたいな、結構びっくりして。なのに太ってないんだよ、あんまり。めっちゃ羨ましいと思って、なんでその体質私に移んなかったんだろうと思って、めちゃくちゃ不思議に感じた。朝昼晩がっつり食べてよく太んないなと思って。私昼はがっつり食べたら夜は減らそうみたいになるんやけど、そう、そんなお母さんの体質が羨ましいなって思いながら見てた私あの生活したら多分もっと太っちゃうんだけどね。だからどんだけ食べてもさ、なんか太らん体質の人っておるんやなって思わされた。お母さん見て、お父さんもそうだけど、まあそれなりにお腹とか出てるんだけど、でもあの食生活で毎日過ごしてて、それの割には太ってないなみたいな、いいなって思った遺伝じゃないらしい。私は本当に占いでも毎回出るんだけど、太る星に生まれちゃったらしい。だけど食べたいものは食べる。うまい。チキンナゲット美味しすぎる。アイドルしてた時もそうだし、まあ、今も女優として活動してる中でもそうだけど、あんまり月あんまり食欲とかもないし、まあ、食べてたとしてもあんまり太んない人っているんだよね。で私も何百回も何千回もいいなって思ったことあるけど、だけどもう体質とか羨んでも仕方ないから、自分は自分に合ったやり方でベストを見せていかないといけないから、自分なりの方法を見つけるまでに結構時間がかかったね。いいよね、もう何事もバランス、バランスが大事。頑張るとき、今日はちょっと甘えるとき。美味しい美味しい、マック最高これ一口でいけるかな。あー美味しかった、ごちそうさまでした。はい、こんばんは。今から夜の部お話し会頑張ります。頑張るっていうか、まあ、楽しみたいと思いますはい、やってきます。はい、夜の部トーク会終わりました。ちょっと今本当にナウで大親友から夜ご飯に誘われたので行ってきますちょっとこの計画性のない動画よ今回インドアな私の一日を動画にまとめようと思ったんやけど、
マックを買いに行ったり、友達に誘われたので夕ご飯に行ったり、そこまでインドアでもない一日となりました。ありがたい、こうやって誘い出してくれる友達は本当にありがたい。こうやってなんか前々から決めるよりいきなり誘われた方が行きやすいみたいなのないですか？私はめちゃめちゃそっち系のタイプです。ということでこんなにも計画性のない動画を最後まで見ていただきありがとうございました。ちょっと YouTube 今月サボり気味なので頑張りたいなと思います。それでは今日の動画が良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。